5月19日、日曜日、東京、ニューピアホールで開催された格闘技イベント、シュート× i f u 7対7日中対抗戦のフライ級マッチでは、スーパー高校生と称される中池武博、アラエストラ恋は、ガロ順4、中国、チーム YFU、2パウンド連打で圧巻の TKO 勝利を飾った。今後を期待される中池とはどんな選手なのか、フォト動画、 中池の衝撃デビュー戦、怒涛のパウンド連打で慶応中池は7年4月生まれの17歳で、今春から高校2年生になったばかり。それでも6歳から MMA を始めたという中池は、昨年高校1年生ながら全日本アマチュアシュートフライ級で優勝。その後のインタビューで、平達郎をフルボッコにしたいと強気な発言をしたことでも話題となった。昨年11月 プロに昇格しホンダ、ヤヒコ、ナオキに KO 勝利。今年4月にはマキタガンディー・シンゴにわずか38秒の秒殺 KO 勝利と勢いに乗り、今回は3戦目にして、シュートと中国最大の格闘技団体、YFU 竹林ロング中髄との日中対抗戦に抜擢された。試合は 1R、中池がスクランブルから順4にギロチンチョークを狙うが、順4は極めさせない。 スタンドでは、右ハイキック、ストレートと攻める中池に順4はサウスポーから左フックを返す。続く 2R、左右ローを当てる順4にリーチで勝る中池はストレートで対抗。順4はテイクダウンするが、中池は下から速関節を狙って体を起こし、上下を入れ替えるとバックにつき、そこからパウンドを連打。身動きできない順4を見てレフェリーが試合を止めた。 戦績を3戦3勝、3KO、とした中池。勝利マイクでは、これからもっと強い相手を倒していくので、もっと強い相手を当ててくれればと思います、と自信たっぷりにコメント。試合の解説を務めたレジェンドのオカミユーシンは、だ、と僕素晴らしい、またシュートに階級同時王者の荒井城も、下になってもスクランブルになっても怖さを感じてなさそう。 世界を目指せるであろう特にヤバい若手、と然局面で勝負できる中池を絶賛していた。中池がこの先どこまで駆け上がっていくのか、さらなる活躍が楽しみだ。